皆さん、こんにちは。京都療養高等学校吹奏楽部京都療養ウィンドバンドヘルツです。バンドネームのヘルツとはドイツ語で心、ハートを意味しており、そのバンドネームに基づいた活動を目指しています。さて、1曲目に演奏いたします曲は櫛灘姫の涙です。ヤマタノオロチによって身内を亡くした櫛灘姫がスサノオと出会い、ヤマタノオロチに立ち向かっていくという話です。吹奏楽と日本舞踊のコラボをお楽しみください。それではどうぞ。
私たちは明日から修学旅行の一環としてチェコ、ドイツに演奏旅行に行ってきます。チェコのドボルジャークホールやドイツのベルリン・フィルハーモニーホールでの公演も決まっており、日本の音楽が届けられるように日々練習を積み重ねてきました。その成果が出せるように精一杯頑張りたいと思います。2曲目に演奏いたします曲はサモン・ザ・ドラゴンです。トランペット、トロンボーンのかっこいいファンファーレにご注目してお聴きください。それでは